非常に深刻な自己愛者が、まあ、もあの加害者になりやすいわけですが、自己愛者は自己の存在を書いた空っぽの貝殻である、偽物であって自分の空っぽさを隠すために幻影を作り出す、存在の幻影を作り出す鏡のゲームを運命づけられており、その努力をやめれば直ちに死が待っている。万華鏡のようにゲームは繰り返され拡大するが、その人格はどこまでも無の上に構築されている。これがそのモラルハラスメントの加害者であります。そして私はですね、本当に恐ろしいと思うんですが、いわゆる私が例えば別の本で東大和法というような本を書きましたけども、その東大和法のですね、使う人のはまさにこういうタイプの人です。次々にこの万華鏡のように言葉をちらつかせて人を騙し陥れようとします。そしてですね、あのほとんどの社会において、特に高度化された社会において指導者っていうのは往々にしてこういう人です。なのでそのこのゲームがですね、我々の社会の中枢で繰り広げられているっていうことが私たちの社会の最も大きな問題なんだろうと私は考えています。でその王子のモノローグの中でですね、展開するバラの咳込みとかですね、死ぬふりっていうのはまさにこの空虚なゲームそのものですね。でこのゲームが止まると本当に死んでしまうだろうって書いてるところまで一致しています。だからバラっていうのはその万華鏡のようにですね、その誘惑をちらつかせながら王子を支配するっていうゲーム、そこから得られたですね、資源によってのみ生きていて、それがなくなると本当に死んでしまうんですね。まあ、こういうことをやってるうちにですね、その怪しい狐がやってきます。でこれはですね、これはサンテグジュペリが砂漠にいた時に、砂漠の基地にいた時に手なずけたりしていたフェネックとかなんとかいう、その狐の砂漠の狐に似てる絵のようですが、まあこれ非常に面白いんですけど、ここは砂漠かどうかっていう問題があって、でね、そのすごい面白いんですけど、私には砂漠に見えるんです。どうしてかっていうと、あの私中国の内陸部の砂漠にちょいちょい行くんですけど、なんかこんな感じの景色なんですよね。で草原じゃないかっていう人がいるんですけど、草原と砂漠ってね、紙一重なんですね。でいわゆる砂漠っていうと、なんかあの砂がザーッと広がってるようなああいう景色を思い浮かべますけど、あんなのってほとんどあんまりないんですよ。鳥取砂丘みたいな景色っていうのはあんまり砂漠ではなくて、普通砂漠っていうとこんな感じなんですね。でなんかいろいろ木が生えたりなんかするんだけど、で草も生えるんだけど、ちょっと寒気になるともうなんか全部なくなるみたいな感じなので、私にはなんかこれ砂漠に見えるんですよね。でこれさ、だからそうなので、そのフェネックの絵が描かれてるんだろうなっていうふうに、砂漠の基礎の絵が描かれてるんだろうと思うんですけど、でもあの多くの日本の読者はこれは砂漠ではないように見えるだろうというふうに思うんですね。多分それは砂漠に行ったことがないからではないかと思うんですが、これもすごい砂漠っぽい景色なんですけど、私にはでもこれは砂漠ではないように見える、面白いですね。そのでこの狐がですね、まあ、この後ろ面白いんですけど、王子はですねこの時すごくこういう顔してるんですけど、これはなんかすごい警戒してるような顔ですね。だからこいつ必ずしもいいもんじゃないよなっていう感じがこの絵から私は感じます。でじゃあこの狐は何をするのかっていうと、王子にですね、飼いならすっていう言葉を教えます。アプリボアゼという単語ですね。そしてですね、この飼いならすって何って王子が繰り返し聞くと、その意味を教えてくれるんですが、それはこの関係を作る、クレデリエンって読むのかなちゃんと発音できないんですけど、関係を作るっていう意味だという嘘をつきます。なぜ嘘なのか